のおしゃべり会浴衣を着るっていうことで来ました。もうおしゃべり会前に先にちょっと公開しちゃったんだけれど、浴衣来ました。そう、朝からもうさ、お家から着ていこうと思っての方がさ、ゆっくり着付けができるから、向こう着いてからも着るくらいの時間はあるんですけど、あるんだけど、家の方がゆっくり着れるから、そうと思って朝早く起きたんですよ。朝早く起きてメイクして浴衣着たんだけど、思ったよりも早く着られちゃって、なんか暇になっちゃったから30分だけ配信しようかな、だから9時までちょっと配信しようかなと思って、30分だけ配信しようかなって思って今に至ります。そう、自分でね、私は着られる、ちょっとここのシワが気になるんですけど、自分で着られるから。私さ、中学の時に茶道部だったんだけど、なんか茶道部のお茶会でね、なんか浴衣を着たのよ。それでなんか茶道部のお茶会で浴衣を着るのに、なんか全員が浴衣を着るから、あの、まあもちろん着付けてもらえるんだけど、先輩が優先だったのね。だからなんかなるべく自分で着れるように、まあ、着付けてもらえるんだけど、あの、なるべく自分で着れるようにって言って、その茶道部の時に着付け教室みたいなのがあったんですよ。浴衣の1回だけ着付け教室みたいなのがあって、 それで着方を覚えて、あとなんか自分の成人式の時に、その自分でさ、着物買ってもらったから、小物類とか全部お家にあるのね。あの、帯板とかなんかいろいろ、この肌着とか着物とか浴衣用の肌着とか全部揃ってるから、そうだからね、上手に着れるんです。え、だってね、去年かな、去年のツーショット撮影会の時に一回その美容室でお願いしたんだけど、着付け自分でできるけど、なんかせっかくツーショットだし、美容師さん、ちゃんとなんかちゃんとした人にお願いした方がいいかなって思って行ったら、自分で着た方が上手でちょっとショックだったんだよね。そう、なんかちゃんとしたところで着付けてもらおう、ツーショットだしって思って行ったら、え、待って、全然自分で着た方がうまいけどってなって、もうそっからは絶対行くのやめたって、自分を信じることにした。着物はね、さすがにちょっと自分では着れないんだけど、浴衣なら全然自分で着れるので、浴衣にしました。で、今はちょっとツインテールなんですけど、このあと今日8部まであるのでね、このあとちょっとずつ髪型も変えながら行こうかなと思ってるんですけど、果たして浴衣に合うヘアアレンジが8種類もあるのかどうかってところなんですけど、どうなんだろう。とりあえずツインテールにしてみた。まあさ、なんかさ、今の時期だったらさ、街で浴衣着ててもあんまり違和感ないかなみたいな、なんかすれ違う人とかさ、いや今日どっかお祭りやってんのかなで終わらない。だからまあ別に家から着てってもいいかと思って。髪型はそうだね、変えられる時は変えてる。あの、オフラインの時とかはたまに時間がない時があって、その前の部が押しちゃってねとかだと髪型変えられなかったりする時あるんですけど、基本できる時は髪型変えるようにはしてるかな。そう、目立っちゃうけど、でも、まあ、今日どっかお祭りなのかって終わるから、すれ違っても。そう、だからまあ別にいいかと思って。そう、
だし、なんかその向こうで来てもよかったんだけど荷物になるから持っていくとちょっとそれもめんどくさいな。だったら家で来た方が楽だし荷物にならないし来て帰ってくればいいしみたいな感じで、もう朝から来ました。ちょっと前が足元は、あ、でも下駄はちゃんとあるから下駄履いてくよ。さすがにねいくらオンラインだからとてね、浴衣のまま行くからさ、行くとき普通のサンダルとかスニーカーで、さすがにちょっとねちゃんと下駄で履いていくよ家からちゃんと行きます。メンバーのはたまに、あの自分が時間があればたまにあのお手伝いすることはある。着付けお手伝い、あともう全然貸せるよなんかさ妹がさ、なんか今年まだ全然成人式とかじゃないんだけど、なんかこの前その私の着物をその詰めたりとかするためにあのなんて言うんですか、振袖屋さんみたいなところに行ったらしいんですよ。したらなんか浴衣もらったんだってまた家に浴衣増えた。今何着あんだ、8とか9とか8着9着ぐらい浴衣があって、家になんかおしゃべり会のたんびに買ってたりとか、そういうなんか着物屋さんとかでもらったりとかしてたから、なんだかんだで増えてしまって、8とか9とかこれはね一昨年の多分オンラインおしゃべり会の時に来たことある、一回来たことあるかなって感じなんだけど、そうだから今年はさすがに新しいの買わなかったこの前のオフラインの時に来たやつも、あれも多分去年のオンラインおしゃべり会とかで来たやつで、だからちょっと、あ、そうなの、なんか着物屋さんとかね、振袖とかさ決めに行くと、なんかこう振袖契約すると浴衣プレゼントとかある、めっちゃあるよ。あとコスメもらえたりとかするとこもある。そう、各部で違う浴衣、今着替えられるっちゃ着替えられるけど絶対大変だよね、絶対やらないけどね数としてはまあできるっちゃできるかなそうだから全然貸せるし、浴衣そうあのもし借りたい方がいらっしゃれば全然貸せる。そう貸せるし、こう小物類だけでも貸せる。この前はカホに帯紐だけ貸しました本当に紐だけでいいのってめっちゃ聞いた浴衣も貸せるけど本当に本当に紐だけでいいの、紐だけで大丈夫って言われたそっか、分かったって言って一昨日紐だけ貸しましためっちゃ貸したい人みたいになっちゃった何でも何でも貸すよ、全然何でも貸せる。まあでも今日はだからすごく身軽ですね。自分の身さえあればもう来ちゃってるからこれでいける。なんなら貸したかった。そう、もうなんか着てほしい。だってさ、1年に1回着るか着ないかじゃん。しかも家に9着ぐらいあれば。だって今年絶対着ない浴衣がさ、残り7着ぐらいあるわけじゃないですか。だからもう着てほしい逆に。自分じゃ8着もさ着きれないからなんなら着てぐらいの気持ち。いっぱいうちにありすぎて、でもどの浴衣が一番人気なんだろうな。家にいっぱいあるけど、
全部1回はそうしゃべり会とかで来たことあるやつなんだけど、どれが人気なんだろうね。20日は着ないつもりだけど、着ないつもりだけど、コスプレの部を作っててさ、 C56 部だったっけ、コスプレの部を確か作ってて、20日ね、まだ何のコスプレにするか決めてなくて、だからまあワンちゃん浴衣でもいいかなとか思い始めてるんですけど、どう思いますかどうですかね。コスプレしか言ってなかったからさ、何着るって言ってなかったんだけど、告白もね、それね、まだ決めてないよね。もうちょっとしたらインスタでまた募集しないと。そう、暑いの。そうなのよ、そこがね問題なんですよ、灼熱のオカマは。そう、だから20日浴衣って言わなかったんだよ、絶対暑いと思ったから浴衣にしちゃうと。だから20日は浴衣の部を作らなかったんですよ。そう、でもまだコスプレも何するか決めてないし、なんかね、東京オフラインでは東京でしか浴衣着てないから、まあ新潟で浴衣着る部を作ってでもいいのかなとも思ったりして、まあ3部だけならいいかな、どうしようかなってちょうど迷ってたところなんだよねそう、どう思いますか、コスプレと浴衣だったらどっちがいい、コスプレ何するかによるまだ何するって決めてなかったけど、どっちがいいですか浴衣でもありかなとも思ってたんだよね。でもコスプレって言っちゃったしなみたいな感じだった。どう思う？コスプレの部はたくさん人、まあそれはそう、確かに。浴衣だったら来ない浴衣だったら来ない。いや、そう、暑そうなんだよね、それがね。いや、どうしようかな。着る浴衣はちなみに言うとめっちゃいっぱいあるよ着る浴衣はめっちゃいっぱいあるけど、そう、コスプレはさ、大体全部着たのよ、その今までに。そうで、新しくさ買うにしてももう結構さ幅が少なくなってきた、いろんなの着すぎて。でも浴衣は多分何年かオンラインだった期間があるから、その実際には着てない浴衣が多くて、オンラインでしか着てない浴衣が結構多い。多分さ、コスプレはさ、ツーショットの時とかさ、そのオフラインおしゃべり会とかでもさ、もうめっちゃ着てるじゃんめっちゃ着てるじゃん。でも浴衣は多分実際にオフラインの現場では着てない浴衣が結構あって、そう、だからまあそれでもいいかなとも思ってたんだよ、うん、そう、オンラインでしか着たことない浴衣もあるから、迷いどころですね。コスプレハロウィンとかってさ、そうなのよ、なんかコスプレしすぎてコスプレに頼りすぎて、ちょっと着たことあるのが多すぎるっていう、なんかもうそろそろみんな見飽きたかなとかちょっと思っててだからちょっと何のコスプレにするかって決めてなかったんだよね。みんなそろそろ見飽きたかな、一年中ハロウィンみたいになっちゃう、もうお祭り騒ぎみたいな確かにね、そうだよ、9月にも、そうなのよ、9月もコスプレする部作ってたし、10月もなんかハロウィンコスプレとか全部コスプレしてるじゃん、
って感じですよね。言い方にしよっかな。いい？帰っても今さら。そうなの、9月のオフラインも4、5、6部コスプレにしてて、10月の三条も4、5、6部ハロウィンコスプレにしてるの。そう、4、5、6部毎回コスプレみたいになっちゃうから、型にしよっかな次。いい？いい？20日、8月20日浴衣にしてもちょっと今さらなんだけど、浴衣もコスプレのうちだよねきっと。浴衣こそきっと夏にしかできないコスプレだよねってことにしとこうかな。そうしよっかな。そしたらいっぱいあるうちのどれかを着ます。じゃあ変えさせていただきますね。こういう浴衣にします。次ね、20日、来週でも、もうそうだよね、もう来週だよね。すごいね、なんか毎週のようにおしゃべり会があって嬉しい、とても。じゃあ来週のオフラインの4、5、6部浴衣にします。浴衣にさせていただきます。確かに浴衣の方がね、告白のセリフ決めやすいね。確かにコスプレしちゃうとさ、なんかそのコスプレに合った告白になっちゃうもんね。難しいよね、確かに。そうだね、そんな感じにしようかな。じゃあ、あとさ、私すごいさ、次のオンライン9月2日、確かさ、もうすぐさ最終受付、今最終受付中だよね。9月2日、9月2日開催分最終受付って NGT48 から公式 LINE が来てた。でもその9月2日何するか決めてなくて、もう最終受付なんだけど何するか決めてなかったから、これ決めなきゃなって思ってて、何がいいかな。9月2日、何がいいかね。もうほんとすぐなんだよな、9月2日って。何がいいと思いますか。オンライン、フォローしました、ありがとうございます。そう、2日はオンラインなんですよ、9月2日。何しよっかな、決めてないのよね。何がいいと思いますか。投げやり。何がいいかな、迷ってるの。どうしようかな。なんかね、企画もなんか何がいいんだろうって感じだし。どうしようかな、紅葉狩りコーデ。もう秋？そっか、でももう秋だよね。そうだよ、めっちゃお腹ボコボコなっちゃった。そうだよね、もう9月なんだね。そうなのよ。でも1週間前、8月の26のおしゃべり会はちゃんと決めてて、その NCT の楽曲についてとか衣装についてとかちゃんと決めてる部だから、ここはそう、あんま気にしてないというか、まあ、困ってないんだけど。そうなのよね、その次の週のおしゃべり会ってめっちゃ難しいですよね。秋、もう秋コーデなの。でも9月っておしゃべり会、そうか、東京のオフラインとそんぐらいしかない。9月少ないね、おしゃべり会2回しかない。8月ありすぎる。8月がありすぎんのよ、9月がなさすぎんだ。2日と24のオフラインしかない、少ないね。
少なく感じちゃうね、8月がありすぎて。いや、わかる、9月まだ全然暑いよね。どうしようかな。何かあるのかな。え、サマーソングセットリスト公演とファン総会だよ。それで2週目の土日なくなってるから、公演もできないし、ジブリ会もない。パジャマ、あー確かにパジャマ着てないわ。でもさ、1部から8部まで全部パジャマ、さすがにちょっと気抜きすぎだよね。ちょっと気抜きすぎだよね、さすがにね。確かに、でもパジャマ着る部って作ってなかったかも。いいかもね。1部から3部ぐらいだったら許してくれる。ちょっとさすがに1部から8部ずっとパジャマは気抜きすぎだけど、1部から3部ぐらいまでならいっか。確かにパジャマありかも。え、ありがとう。ちょっとじゃあパジャマにしよう。パジャマの部って、そういえば今回のおしゃべり会一つも作ってなかった。さすがにすっぴんは無理。却下。え、そうするね。じゃあ1部から3部までパジャマにする。え、ありがとう。パジャマにすることにした。そういえばパジャマの部って作ってなかった。4部以降どうしようかな。本物のパジャマ、え、なに、本物以外に何があるんですか。どういうこと。偽物のパジャマって何。あ、普段使ってるかどうかってこと。さすがにちょっとさ、普段使ってるパジャマはさ、ちょっと着古してる感がありすぎて、ちょっとさすがに違う。さすがにおしゃべり会用に買うけど、まあでもその後普通にパジャマになります。普段着パジャマは、え、全然だってめっちゃ見せてるじゃん、ショールーム。昨日、一昨日だって着てたじゃん、あれはガチパジャマ。チャットだったりメールだったりショールームでも全然着てるじゃん。よそ行きのパジャマってどういうこと。どういうこと、何が見たいの。違う、よそ行きのパジャマでも後々私のパジャマになるから、ちゃんとリアルパジャマになるから。どういうこと、先行公開じゃダメなの。リアル、普段着パジャマはちゃんと載せてるから、見せてるじゃん、ダメなのそれじゃ。でもあれめっちゃ好きなんだよね、父アンナのパジャマなんですけど、めっちゃ着心地よくて可愛いから好き。なんか私パジャマってああいう前開きボタンタイプのパジャマが好きなんですよ。そう、なんか T シャツとかもねあるけどね、ああいう系が好きで、もうなんかザ・パジャマみたいな形の方が好きなのね。そう、だからあれは本当にめっちゃ着心地よくて好きなんですけど、でもちょっとすみません、なんかごめんなさい、9月1日の9月2日か9月2日のしゃべり会の一部から3部を ちゃんと新品用意させていただきます。なんかすいません。なんかすいません、新品で。みんなのために新品なんですけど、すいません。ちょっとそうしようかな。じゃあ部屋着みたい。あ、え、何、パジャマ1部から3部パジャマで4部から6部部屋着でってこと。そんななんかゆるな日でいいの。
ゆるゆるで大丈夫。だいぶゆるゆるだけどいいのかな、そんなんで。どうしようね、何着ようね、ちょっと考えますね。でもとりあえずじゃあ一部から三部パジャマ、新品の新品のパジャマにしようと思うので、じゃあそれでお願いします。最終受付中なので。じゃあちょっとそろそろ本物のおしゃべり会本物のおしゃべり会が始まるので10時からちょっとそろそろ終わりにしますね。偽物のおしゃべり会って何？ランキングを読みます。13位五代優作さんありがとうございます。12位ガトランティさんありがとうございます。11位まこちゃさんありがとうございます。10位サバサンドさんありがとうございます。9位カヤトさんありがとうございます。8位ヒーローさんありがとうございます。7位ファントムさんありがとうございます。6位 MS さんありがとうございます。5位ラマさんありがとうございます。4位タカさんありがとうございます。3位ホッシーさんありがとうございます。2位のサラさんありがとうございます。1位デルハヤさんありがとうございます。それではじゃあこの後おしゃべり会に来てくださる皆さんお待ちしております。今日来られない方はぜひ今申し込んでください。今すぐにおしゃべり会受付してるので今すぐに見てください、見てください、申し込んでください。待ってます。おしゃべり会本物で待ってます。ありがとう、こちらもお待ちしております。じゃあねみんな行ってくるね、また後でね、バイバイ。